はい、日本書道2月号の大人皇室です。はい、これですね。冬ながら春の隣の近ければ中かきよりぞ花は見えけるですございますね。はい、いきます。冬ながらと、はい、このね、これ割と直線書いてます。直線、直線。ここで、ね、最後、この辺カーブ、次の、このね、次のとこ行きますからカーブしますけど、割とここまで直線で行きます。直線、直線、直線。カーブしていって、この、伏せるようなカーブね。ながらと、これカーですね。カー。はい。春、これ角度をですね、変えてます。カラスの足のような感じでね、やっていくということで、トントントンとね、はい、リズムよくこれに行きます。はい、隣の、これ書き順、これさっきですからね、1書いて、2と書きます。はい、近ければと。はい、この辺のここですね、こういうところをしっかり抜くような感じです。スッとね、こう抜いてください。こう、抜く感じ。これ、絶対止めてはいけないですね。止めてしまうと、これ、この流れがね、止まってしまうので、必ず抜くような感じで書いてくださいね。はい、中ですね、中、しっかり中、これ Z、しっかり Z ですね、中に入れていく。書きよりぞと。はい、こう上に反る、上に反る。これ非常に大事ですよ。反る、反る、上に反る。で、花は三角形の形。はい。で、ここですね。ここの方は少し長く、ここを長く書いてくださいね。は、に。これも中心に持っていきます。けると。これはもうそのままね、しております。一般の9、これ9の課題ですので、非常に、簡単に書いてます。そんな難しい字を使わずに簡単に書いてると。で、この半っていう字が結構皆さん難しいみたいなんですけども、ここですね、これ、反るような形、こうなっていきますね。ここね、こうね、反る形。ここをしっかり反っていただくと、割と書きやすくなると思いますのでね、ここね、挑戦してみてください。はい。続きまして、段の方に行きます。これですね。はい。同じ文字でございます。はい。少し崩しを入れております。はい。このまま1回で。これは直線じゃなしに、これはもうカーブ。カーブ。カーブ、カーブですね。そこを柔らかく書きます。ながら。これは一緒ですね。カーですね。で、春。こういう形で崩してます。はい、縦上がって1回2回で、またこれもね直線じゃないんでね、少し上向きのカーブで行ってますから、この辺よく気をつけて、直線ではないんでね、でここ行ってトン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 と、ここまで1、2、3連面使ってます。この3連面、難しいけども、これ1回挑戦してみてください。で、これも3連使ってます。なりのという形、ここで難しいの、多分ここが非常に難しいと思います。りから来て、一旦左に来て、右の方に回ってこないといけません。ここからね、ここの辺りね、あまり角張らないような形でね、流れの、いいような形で、回ってください。で、近ければ、これは物っていう意味ですね。はい、物という字やってます。はい、これも、上に上げる、これをかぶすような感じで、トントンと。で、中はここは非常にいいポイントね、このまま行っちゃわないね、こういって、で、ここで一旦引っ掛けて上上げます。ね、ここね、引っ掛け、大事ですからね。はい、かきより、これは、りっていう意味ですね。だから縦に長く書きます。で、そう。これは、そうですね。で、花は、に、これ3ですね。ここね、離します。ここは必ず、ここは離して、2つつけると。え、けると。これはもう、直線、直線、直線。ここね、直線、直線、直線。ここからカーブして、まっすぐ行くと。はい、このルーで書くというこの横ですね、この横大きくこれ書かない、これペケポンですね、書かない。で、ちっちゃくちょっと行ったら下、ちょっと行ったら下という、こうトン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 、この間を切っちゃうだけの話、トントントンとね、はい、これしっかり、しっかり横に書くことないようにね、そのまま中に入れてください。はい、で、下で、しっかり書きたいときはもう普通のこのルーを書くと見方ですね。うん、どちらかの選択でね、してください。はい、一般とこの半は、こう書いてみましょう。こういくと、まあ、サーフ、こうするとサーフボードみたいな、ね、形。こういうかサーフボードみたいな形に持っていきます。こういって、で、上からトントンですね。ここでつながっていくと、いうので、ここもね、崩し、しっかりと覚えてください。よろしくお願いします。以上、日本書道2月号の皇室大人9と段の
皇室でしたですね。はい。